表彰式でやるの。表彰式です。はい、そう、受賞者の月見のゆみ先生にいらしていただきます。
します。それではまず、審査経過の報告に移らさせていただきます。児童部門を代表いたしまして、コロコロコミック三浦編集長よりよろしくお願いいたします。受賞者の皆さん、本日は本当に、おめでとうございます。コロコロコミックの、ミラでございます。今回の、小学館新人コミック大賞、児童部門の選考結果を手短にお話したいと思います。今回は、応募総数が、130編。その中からですね、最終選考に残った作品が6編、そして審査員の先生方によるですね、最終選考の結果、児童部門では、8期ぶりのですね、入選作品と、いうことになるんですけれども、中上茂久さんの、トトカと少年、この作品を入選とさせていただきました。それから佳作といたしましてですね、阿部和彦さんの、フリーガイド、アダムケファミリー、それから同じく佳作といたしまして、大西和文さんの、ドングリ君、この2作を、審査をしてまいりまして、全体の印象といたしましてはですね、今回児童部門の方でも、若い、人たちのですね、レベルというのが結構、高まってきたなというのを、全体的に、感じました。まあ、ただ全体の作品の印象としてはですね、まあ、適宜に、まとまってはいるんですけれども、後になって、ちょっと思い返してみるとですね、その作品のポイントというものがですね、あまり見えてこない、まあ、簡単に言うとあまり、印象に残らない、作品も多かったというふうに思います。そんな中でですね、入選された、トトカの少年、これかなりですね、強烈なインパクトを残していただいて、それから個性というものも、感じさせていただきました。まだまだ荒削りな部分というのは多いんですけれども、まあ、なんでしょうね、こういった選考をしてましてですね、そういった本当にこれは読者も同じだと思うんですけれども、その心に残るシーンとか、まあ、セリフであっても何でもいいんですけれども、そういうものがある作品というのは本当に印象が強いものとして、残ると思います。まあ、ですからですね、作品を、まあ、例えば、まあ、その作品を創作するモチベーションとなったですね、シーンとか、まあ、もしあったらですね、本当そのシーンのためにですね、その他の全ての枚数をもう費やしてもいいんじゃないかというふうにも思いますし、もしギャグ漫画でしたら本当に笑えるギャグというものを、まあ、がアイデアとして浮かんだとしたらですね、そのギャグを成功させるためにですね、全体を構成してしまう、そのくらいのつもりでもいいんじゃないかなというふうに、思いました。要はですね、自分の作品で一番書きたいところ、それはどこなのか、読者に一番読んでもらいたいところ、それはどこなのか、それを明確にして、作品を創作していただく、この行動がですね、インパクトにもつながると思いますし、これから、まあ、こうやって、賞に残られて、それで実際雑誌で今後活躍されていくことになると思うわけですけれども、その読者を説得するためにも、それから今後担当としてつく編集者を、説得していくためにもですね、そういったところ、本当に自分は何を書きたいのか、それをぜひですね、念頭において今後とも素晴らしい作品を、書き継いでいただけたら、本当に嬉しいと思います。今日はおめでとうございました。続きまして、少年部門、少年スタンド、瀬野副編集長に
視聴者の皆さん、本日はおめでとうございます。少年作家編集部の専務、少年部門の、審査結果ですね、報告したいと思います。応募総数は467作品、1位通過、その中から1位通過が156作品、最終審査に残ったのが、その中からさらに10作品に絞られまして、最終的に、入選が2作品、佳作が、5作品、合計7作品という、近年にない、数をこの作品に対応していただくことになります。今回は非常にいろんなジャンルの作品が集まりまして、レベルも高い、作品、審査の方もですね、かなり熱が入りました。今回の特徴としてはですね、受賞された方、7人の方ほとんどに言えることなんですけれども、皆さんどなたかの作家のですね、アシスタントをすでになさっている方、が多いということです。先生のもとでですね、地道に技術を磨いて、その努力がですね、今回の賞に結びついたものと思います。これからですね、担当作家、担当編集者と一緒にですね、二人三脚で作品を作っていただくことになるわけですけれども、当面の目標はですね、やはり連載作品、サンデーでもですね、増刊も含め、いろんな形で今必要になってますけれども、とにかく連載作品をですね、ぜひ起こしていただきたい。そのためにですね、担当編集者とですね、よく話してですね、喧嘩するところは喧嘩しても構いません。面白い部分をですね、どんどん引き出して、いただいて、連載作品を作っていただくようにしてください。本当に今日はどうもありがとうございました。必死次第を見ていただければ分かると思うんですが、一応ですね、応募総数498作品、一次審査通過150作品、第二次審査通過17作品、さらに第三次審査通過6作品の中からですね、入選1作品、2作品、4作品ということで、決定しました。その後もですね、総評、部門別の総評のところにですね、その賞状の政府部門にですね、全体の印象はですね、低調だったというふうに書いてあるんですが、私はですね、そうは思いません。最近少なくともですね、ここ数年の中では、かなりレベルの高い全体的にですね、特にこう最後に受賞された皆さんがもちろんなんですけれども、そんな印象を持っています。今ですね、少女漫画というのはですね、漫画界全体もそうなんですけれども、非常にこう厳しい状況にありまして、その読者の雑誌離れとかですね、その辺が速度的に続くんです。でそれがですね、結果的に、コミックスにも買い、起こしたりですね、してるわけなんですけれども、こんな印象ですね、受賞された、おめでたい席でとは思うんですけれども、これは皆さんこれからプロになられるわけですので、今のですね、少女女性漫画を取り巻く、ある一つの現実だということでですね、一応ここの場所にですね、留めていただいて、置いていただきたい。そして皆さんは今、いわば卵からですね、ひなに変えられたばっかりだと思うんですが、やがてこう空に飛び出すというか、その頃にですね、少女漫画から離れてしまった読者をですね、皆さんの若さとか、エネルギーでぜひ取り戻していただきたい。そのために、一緒に頑張っていきたいと、そういうふうに思ってますので、よろしくお願いします。本日はありがとうございます。続きまして、ヤング部門より、ヤングサンデー赤岡編集長から、審査結果の報告をお願いします。視聴者の皆さん、本日はおめでとうございます。ヤングサンデーの赤岡でございます。審査経過の部分にはお届けにありますように、ヤング部門、400作品近い、ものでございまして、年々回を追うごとに、力をつけている人が応募されているというふうに考えています。非常にただ傾向的な部分でいうとですね、
ヤング部門というのは、若干低迷しているかどうかわかりませんけども、コミック界の中で非常に元気のある、ジャンルでございまして、今日その児童部門や少年部門、あるいは青年部門、の受賞者の方もですね、ヤング誌というのをもう一度見直して、非常に間口が広いので、頑張って、ヤング誌にまた、来ていただけるということを、ヤング誌を受賞した方ばかりでなく皆さんに届きたいと思います。まあ、内容的にはですね、入選が1人、先ほど3人出ましたけれども、そこの作品はあまりございません。入選した便所ドラマというのもございますが、これは、あくまで明るくて元気があったというところが評価されたと思います。逆に言うとですね、なんで、ヤング誌、ヤング部門に応募される作品が、若干志は高く、難しいテーマを扱うのはいいんですけれども、暗い作品でですね、編集者が、それを先行するんですけれども、なんでこんなに人の気持ちを暗くさせるような作品ばかりが応募してくるのかっていうのが、正直な感想です。漫画っていうのはやっぱりですね、読んでくれる人をいい気持ちにする、あるいは楽しくさせる、そういう部分でですね、確かに、大きく、文学性の高い作品とかですね、あるいは、人間の内面に深く切り込んで、何かその何かしら何か残っていく作品というのもあるのかもしれませんけれども、皆さんが今、新人コミック大賞という形の、ところにですね、参加されて、入賞してこれからプロの作家としてやっていくためにはですね、あなたの前には何百人何百万人のですね、読者がいることを忘れずにですね、自分だけの作品ではなくて、自分の手を離れたそれが読者のものであるというところをですね、心に留めて、これから、ますます精進をしていただきたいと思います。ヤング部門、間口広いですから、他の受賞者の皆さんもぜひ、ヤング誌を見てください。よろしくお願いします。一般部門は、全体で、309通の応募をいただきました。それを大体コミックという関係、雑誌の編集者が、読みまして、それを1次選考の20作に絞ったわけですけども、絞り方というのは、今のみんなあまり説明しませんでしたので、ちょっと触れますと、大体、平均的にみんな面白い、いい高い点を取れた作品と、あと誰か強く押した、みんなはあんまりこう、分かんないけど、僕は好きですというふうに強くした作品を中心に約20本ほど選びました。ここまでは割といつも簡単に決まるんですけど、それを千代先生はじめ、5人の先生に見ていただく段階で、絞る段階で非常に思いますというのは、先生たち非常に忙しいので、真剣に読んでいただきますので、人ずっと漫画1本書くぐらいのエネルギーを費やしてもらえますので、できたら私はあまりいっぱい回したことないんですけども、担当者はできるだけたくさん世代ということで、今回も8通という、それちょっと用意してほしいと思ったんですけども、8通ほど先生に見てもらいました。その図で私言ったんですけども、今回は非常に読めるというか、無理なく読める作品が非常に多かったので、これだから8作読んでいただけるんじゃないかと思ったんですけども、実にどの先生も高いその中から割とどれを落とすかという感じだったと思いますが、今回の入選2作、2作4作というのがあったと思います。なんでその50万と30万の差が出たのかというのがちょっとあるんですけども、ほとんどない、坂本先生によっては、いわば対象を挙げてもいいんじゃないかという作品もあったんですけども、まあ、検討した結果そんなに差はないけども、とりあえず今日の時点で期待できる、より期待が大きいということで入選で、あとは佳作ということで、だっただけなんで、こういうものがほとんどこう当てにならないのはプロ野球の、ドラフトと同じですから、あんまり関係ないんで、皆さん同じところからスタートして、頑張っていただくことになります。お
同じ点で聞くというと、今日は、一つだけはっきりしていることは、皆様、一人だけ、読者を獲得したということになると思います。で、この読者というのは、担当の編集者なんですけども、この編集者は、読者という立場でいうと、実になんか抵抗するというか、なんとも困った存在で、皆さんの作品の中に介入します。ああしろ、こうしろと言います。中にはもう、それだったら負けなさいよというぐらい、思うぐらいまで言うかもしれませんが、負けないで、自分の個性をちゃんと守って、ぜひ、受賞第一作だけは書いてください。それが多分、これの第一歩だと思います。期待しています。頑張ってください。なお、特別大賞、大賞につきましては、残念ながら今回は、該当作品はありませんでした。優先の、表彰に移らせていただきます。入選の皆さん方、本当におめでとうございます。皆さん本当におめでとうございます。賞状を渡しする前に、私が一言ちょっとお話をさせていただきたいなと思います。今回の受賞式の皆さんの前にですね、この昭和館のコミックスのカタログを置いてあると思います。先ほど、ヤングサンデーの若岡編集長が、ヤング氏は大変マルチを言いましたけども、昭和館という出版社です、ね、大変出版社としてもコミックスのマルチの広い会社だということを実は理解していただきたいと思いまして、皆さんのコメントに置かせていただきました。それのですね、表紙の裏表紙を、昭和館雑誌というところをちょっと開いてください。ここにですね、書いてある紙面の、左側が全部漫画雑誌でございます。コミック誌としてリコミコミック以下、そして商業向けコミック誌としてシャオ以下、そして学習雑誌として昭和館以下、お名前をさせていただきます。これが皆さん方が活躍する舞台です。先ほど赤岡編集長が言いましたけれども、ヤング部門で入られたと言って、そこで一回挫折したら、他社のヤング部門に来るのではなくて、昭和館がこれだけたくさんの舞台があるということをよく分かっていない、児童部門で実践されて、児童部門の編集者と、散々やり合って、あ、ここはダメだと思ってもですね、次は楽しみもちろんあるし、そしてリコミックもあるし、少しもある、たくさんの舞台だということをまず一回頭に入れていただきたいというふうに思いまして、これを持ってまいりました。昭和館はこの雑誌を月間、2600万冊、発行いたしております。それではちょっとお時間、もう少しお時間いただきたいんですが、その5ページぐらい前、パラパラっと開けていただけますか。作家名作品というのがございます。ここには約400名の作家の皆さん方の名前があります。これから皆さん方、これからライバルとする作家の先生方です。これだけの先生方を蹴落としていく、分け入ってですね、ぜひ皆さん方の中に名前を連ねていただきたい、そう思います。そしてその前、全部コミック誌の一覧となっています。昭和館はコミック誌を1年間1億3000万冊、発行しております。ぜひ皆さん方はですね、この中のせめて1人2人ぜひ成功させていただいて、400人のうちに入っていただきたい、そういうふうに一言お話をして、それでは入選の方から賞状をお渡しいたしたいと思います。それでは、児童部門に入選、中上茂久さん、トトバトシュン。賞状入選児童部門藤子不二雄賞、中上茂久さん、あなたが第41回昭和館新人コミック大賞に応募された作品、トトカと少年は審査委員会の厳正な審査の結果、当初の成績を収められました。ここに青少特製盾および副賞賞金を贈って、その努力を称します。平成9年12月9日株式会社長の方、社長大賀正樹、どうぞ。
賞状入選少年部門那智正義君、あなたが第41回小学館新人コルク大賞に応募された作品風呂橋の仮面は審査委員会の厳正な審査の結果表彰の成績を収められました。ここに青少女性団体および副賞賞金を受けその努力を称します。平成9年12月5日株式会社長が社長にお願いします。少女入選少年部門中井邦彦との作品になります。以下どうでございます。ありがとうございました。少女入選、少女女性部門今井園子君、あなたが第41回小学館新人コミック大賞に応募された作品花の生まれるわけは審査委員会の厳正な審査の結果表紙の成績を収められました。ここに青少特性など及び負傷賞金を受けその努力を称します。平成9年12月5日株式会社小学館社長大川雅史。少女入選ヤング青年部門本田林君、あなたが第41回小学館新人コミック大賞に応募された作品連中なのは審査委員会の厳正な審査の結果当初の成績を収められました。ここに青少特性団及び負傷賞金によってその努力を称します。平成9年12月5日小学館社長を行います。少女一般部門、志向道徳君、あなたが第41回小学館新人コミック大賞に応募された作品、神さんは審査委員会の厳正な審査の結果、当初の成績を収められました。ここに青少特性で及び賞賞金によって、その努力を称します。平成9年12月5日、株式会社小学館社長を呼びます。少女入選一般部門丸山つかはるくん作品名57位の方以下でございます。おめでとうございました。少女佳作少年部門坂田敦史郎、あなたが第41回小学館新人コミック大賞に応募された作品スクランブルシスターは審査委員会の厳正な審査の結果当初の成績を収められました。ここに青少特性団体及び負傷賞金を受けてその努力を称します。平成9年12月5日株式会社社長会社長大川雅史。少女佳作一般部門小林英二君、あなたが第41回小学館新人コミック大賞に応募された作品「休戦」は審査委員会の厳正な審査の結果当初の成績を収められました。
ここに青少特性担当及び副賞賞金を持ってそれぞれ表彰します。平成9年の株式会社賞の社長を務めます。賞状佳作一般部門木村達樹の作品で採用になっているようです。同じく一般部門佳作沢和弘さん日雇い亭賞状佳作一般部門先生より祝福を賜りたいと思います。よろしくお願いします。皆さんどうも本当に受賞されることおめでとうございます。この小学館の新人コミック賞状41回目というね、かなりの歴史ができました。今日はここへ来まして、こう皆さんの顔ぶれを拝見すると非常にバラエティーがあってね、皆さんはここまでね、それぞれがどういうその甘道をたどってこられたか非常に僕は興味があって、もし時間があればね、聞きたいと思っているくらいなんですね。それでこの賞は非常に今なんて言うんでしょうね、その漫画を描く、あるいはこう絵を描くというかね、子供の頃から非常に皆さんお上手、特に女性の方はね、本当にお上手で、僕なんかこの小学校もそうですけど、主演者の手塚賞とか審査やってますけれども、本当に女性の方の描かれる漫画っていうのはすごいんですよね、絵がね。僕なんかもし名前を隠して、応募したらきっと落とされるだろうというくらい、皆さんは絵がお上手なんですね。それくらいその、漫画っていうかコミックっていうメディアがね、非常に広がってきましたけれども、さっきドラゴンさっきおっしゃってましたけれども、戦後こう急成長してきた、コミック漫画の世界がここ一年、初めてですね、ちょっとこうダウンしてきた。それは他にいろんなメディアがたくさん出てきたわけで、そういう意味で、これからね、漫画の世界へこれから入られる皆さんですね、ぜひずっとこう根気を持ってね、やっていただきたいなと思うんですね。だから僕らの頃は本当に漫画しかなかったので、もし漫画が描けなかったらあとは生きていけないというくらい非常に突き詰めた状況だったんですけども、漫画描かなくても他にいろんなその、メディアがたくさんありますんで、皆さんもね、それでも才能が終わりになれば簡単に映れるわけで、だけどせっかくこの、漫画の世界へ入っていく来ていただいて、こういう賞を選ばれたわけですから、ぜひね、頑張ってこの漫画の道を、突き詰めていただきたいなと思うんですね。それとですね、この賞がその、選考そのものが、ね、非常に皆さんの実力が白昼してるんで、選ぶというのは非常に難しいですね。ただ僕らの選考委員が来るのは、10編とか20編の、選ばれた作品なんですけども、そのまず最初の第一次選考をする、編集の皆さんが選考されるんですけど、本当に何百本という中から、いろいろね、選ばれるわけで、本当に女性主要さんの皆さん、僕も変わりましてですね、ぜひお礼申したいと、本当にどうもご苦労様でした。それでさっき佐藤編集長がおっしゃいましたけども、
連覇されると思うんですけども、さっき佐藤さんは、もう そんなことを言うなら、あんたかけようというくらい、介入してくるというふうにおっしゃいました。ただし僕から言うとあんまり介入されちゃ困るわけなんですね。あんまり非常に難しいんですね。個人的なものなんですけども、これがまた編集がいないと成り立たないというジレンマがあるわけで、僕なんか、自分の例を出してあれなんですけども、デビューしたての頃ですけども、たまたま、某講談社という、大出版社がありまして、そこに幼年クラブというね、今も廃刊になりましたけども、雑誌から依頼が来まして4ページの漫画を書いてくれと言われたんですね。僕なんかもう喜んじゃって、講談社の幼年クラブから、依頼されたということですね。本当に話して、僕が書くことになって、一応下書きを見せてくれるっていうんで、僕も本当にね、その権利を出るのとか威張ってまして、あんまりこう下書き見せて、愛が見せてくれたら、鬱陶しくないっていうんだよね、そういう気持ちがあったんで、下書きくれるっていうのはちょっと嫌だけど、幼年クラブだからしょうがないなって言って、持ってたんですね。そしたら、応接来ましたが、結構ね、自分なりの自信があるので、逆漫画なんですけども、出てきたその編集の方が、女性の編集だったんですね。当時非常に珍しい、もう40年前の皆さんもちろん生まれていらっしゃらない時代の話なんですけども、女性の編集が非常に珍しかったんですね。今でも覚えてますけど、お世話して待ってましたら、ベレー帽をかぶっていらっしゃってね、かなりの、美人の、女性がタバコをですね、こう浮かしながら入ってきたんですね。嫌な女だなと僕は思ったんですけれども、なんか一応4年くらいの年収ですから、どうもね、もう名前は、されますけども、言うわけにいませんけども、それで、見せました、こう見て、面白いけれども、ちょっとこれだと怖いと、4ページもあるんだから、もうちょっといろいろギャンを詰めてほしい。4ページですよ、4ページも。確かに当時もね、4年クラブでその漫画ばかりがありませんから、4ページが大変な新人に対してあれだと思うんですけども、直してくれと、どこを直せって言ったら、そのテーマそのものを変えてくれと言われたんですね。もうカッときたんだけど、安静4年クラブだったりということで、わかりましたと、もう涙を飲んで、はい、吉本君に、おい、ひどい編集が入ってる、ベレー君に頼む、明日から入っていかなくて、人の、書き直すと言ったよって言って、仕事も怒りましたけども、何せ4年くらいもう一回書いて、それから1週間目に持ってたんですね。そしたら、その、彼女が見て、前よりは良くなってるけど、これじゃまた使いませんねと言ったんですね。僕は思わずバッチをこうぶつけて帰るかと思ったんだけど、また4年くらい
ですとかマスターというようなペンネームを使ってるんです。ところがその原稿は、お化けの漫画を書こうと思って書いた。でしたが、タッとなんて、そうすると全く僕らのこと知らない読者がそれを読んだ時に、なんてこれ新人のくせに大変な喋り方がするんだろうというふうな、ここに誤解を招くんで、で活字ってもそうしいですから、一旦出たら、例えば自問にですね、あれは、お化けの漫画を書いたんだというんじゃなくて、書きましたというふうな訂正が出ても、もう手遅れなんですね。まあ、やっぱりこの人は最初の印象が悪かったから、なんか女性だったと言われて、いまだに結構その人の評論とかね、パソコン出るんですけど、その名前は言うたびに、もう買ってくるんですよ。またどうぞ見せますけども、やっぱりこの編集だと、お願いしたら難しいということで、それでその、最初ですね、この小学館というのは、非常にコミックの世界では、どちらかといえば後発の、会社だった。ね、学年しかありませんでしたんで、漫画はうちの本当の学習漫画というジャンルしかなくて、それが、たまたま小学3点という、創刊されまして、たまたまその創刊号に僕らのところへ依頼が来まして、海の王子という、漫画を、書いたんですね。その時初めて、まあ、その時学習漫画を書いてましたけども、正式なコミックとしては少年3点初めてだったんですけども。当時の小学館の編集の人は皆さん先生、学校の先生あまりの人が多くて、いわゆる叩き上げのそういう漫画の編集者ってほとんどいない。だからその漫画に対するその、気持ちが非常に純粋、ある意味では非常に甘いというか、そういう、あれでしたけども、その最初の原稿を上げた時にすぐ持っていって、電報が、まあ、瀬山さんっていうおやめになった編集の方ですけども、いやとても傑作だと面白い言われて、初めての週刊誌でドキドキしてたんですけど、非常に嬉しくて、あ、こういう編集の人がいるんだから、もっとやろうというふうな、気持ちで燃えて帰ったんで、結構盛り上がったんですね。だからその不思議なもので、まあ、僕もいろんな、雑誌は書いてますけども、その雑誌社によってその編集者の、体質というんでしょうか、そういうのが非常に微妙にこう変わるんですね。別にその小学館のあれだからそう言ってるわけではありませんけれども、小学館の編集の方は非常に真面目な方が多い、非常に純粋というんでしょうかね。だからその漫画に対して、非常にこう取り組む方が真剣ですから、その瀬山さんとかも褒めて、まあある意味答えてくれる。で僕らもやっぱり嬉しいですから、一生懸命書くという非常にいい関連が続いたんですね。それからまた、ね、読者もまたそれぞれの、雑誌あるいは出版社もあるみたいです。読者も非常に微妙に違うんですね。少年3年の読者はほとんど、まあ、小学校3年生4年生の子ですから、もう純粋に面白い面白いという不安定感が来ますから、僕は非常に喜んでた。それからしばらく経って、某社の、少年ママになるそこへ頼まれまして、書くようになったんですね。ところがその最初の時に、この人もこの世界では有名な、鬼編集者と言われた方なんですけども、下書きを出てほしいと言われて、少年さんでは一切下書きを見せなかったんですね。下書きを見せてほしいと言われて、まあ、なんせ少年ママにね、僕は書きたいと。3ページの段でしたけども、書いてもらっていたら、その編集長が、1ページにその3つずつギャグを入れてほしい、あ、4つか、要するに、まあ、4段に切ってありますから、1段に1つずつギャグを入れてくれと言われたんですね。僕は非常に取り組まれまして、僕らは、まあ、他のデザインもそうですけど、ギャグ漫画なんですけども、いわゆるそういう、いわゆる赤塚ね、漫画のように見て、まあ、まあ、面白いという、そういうその、キャンプもありませんので、こうなんとなく本を分かして、最後に落とすというギャンプなんで、一段に一つずつギャンプ入れる。不可能だったら、いや、もう滑ったら転んでもいいから、何でも入れてくれと、言われ
そうすると今度、読者の反応もハガキが巻きますけども、サンデーの読者はみんな面白い面白い。ところが、その帽子の読者は、ここがつまらないという悪いことを指摘するんですよ。ふわふわって言いたいじゃないか。そういうのが多いんですね。そうすると、なんとなく嫌な気持ちになって、もうなんとなく腐るっていうかね、まあ、これはその漫画の体質によるんですね。そういうことで反発して、もっといいものを書こうという人もいますけども、僕の場合はこう、けなされると腐るというか、嫌になっちゃうタイプなんで、なかなか、まあ、これは通過なんですね。だから、一番覚えてますのは、消える快速車っていう、そのちょっとスピードカーの書いた時にですね、スピードカーが暴走しましてですね、崖から、バーンと飛び出すところを下から青ってこう変えたりですね、当然こう下のシャーシーの部分というか、上から太陽のリンクが来ますから下はこう出たらこう影ですね、潰したんですね。そしたら読者がわざわざその人かも切り抜いて、これは手抜きだと本当に変えまして、僕はもうね、その天才はまもなく打ち切りであれしましたけども、まあそういうわけで編集者、読者というのは、それぞれの雑誌に不思議なその連関を持って続いてますので、そのいいその、ね、自分とフィットする編集の人と巡り合うと、非常にラッキーなんですけども、その逆のケースで、どんな優秀な編集の人でも、自分にこうフィットしない編集の人とぶつかると、ちょっとこれは悲劇になりますので、なるだけ、皆さんもこれから、一方的になるんじゃなくて、編集の人を選んで、編集の人が、いいにすまないことを言った場合、まあ、許していい場合もありますけれども、譲れない場面もあれば、視聴していただくと、いうふうな感じがいいんじゃないかなというふうに思います。それと、まあ、編集の、まあ、こういろいろね、大事な編集の方もいらっしゃいますけど、お願いしたいのは、あまりその、あらをつかないように、ね、なるべくいいところを褒めて、その人のいい面をこう伸ばすというような、形で番組を受けていただければ非常に幸せじゃないかなというふうに思っております。まあ挨拶が長くなりましたけれども、まあ、一つのその教訓としてお話したんで、本当にさっきも言いましたように、せっかくこの世界で入られた皆さんがね、1年経ってそういうちょっとした、この観点がうまくいかなくて、この世界が離れていかれるということがあれば非常に残念なので、そういうことがないようにお願いして、これからうんと、頑張って皆さん、今度は審査員についてぜひともお世話になって、この会に出られると、望みます。今日本当におめでとうございました。現在、漫画界は非常に危機的な状況にあると思います。市場の相対化が進んで、まあ、他の作家の世界観や絵柄とかをそのまま模倣して、それを自分の作品として連載するプロが横行しています。こういった状況を打破して、もう一度漫画本来のこと、面白さとは何かと、何かということを、まあ、自分に問いかけつつ、これまでの作品にない新しい何かを持った作品を作っていきたいと思います。
きまして、ヤング部門より、権田大地さん、よろしくお願いいたします。追い風の吹いている1年間を有効に貧乏に負けず漫画家に
方が入ってますので、つながってる方はこちら側でお願いします。まあ、あ、はいはいはい。両方まで行ける。あの、こちらの方が真ん中の方さん、よく見えないです。あ、そうね。情報はちょっと全体に後ろの方が少しずつ落ちたら、後ろの方がいいですから、後ろの方がこちら側が詰まっちゃってるんで、少しこちら。はい、じゃあよろしいですか。はい、お願いします。数枚切りますので、そのままお願いします。はい、行きます。ちょっと待ってください。そうですね、笑顔がよろしくお願いします。はい、笑顔お願いします。はい、もしもーし、あと2枚取りますんで、なるべく笑顔お願いします。はい、はい、よろしいですか。はい、はい、じゃあ次ラストです。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それもっとして、今日は現状でございます。じゃあどうしたらいいのかということになりますと、いろいろ、まあ、言う人もありますけれども、大体、落ち着いてきた最終的なものはですね、面白い漫画を作るという以外はですね、救済の道はないのではないか。それじゃあ、厳しい時代を迎えつつありますけれども、必ずパワーでも提示繰り返せるんじゃないかなというふうに思っています。で、長いことあの漫画と関わってまいりまして、感じていることを3つ申し上げたいと思います。その1つはですね、ございました。今日はもちろんあのゴールじゃなくて、これから今日の受賞者をね、あのスタートするわけでね、あとこれから長い長いね、あのセミがありました。あのあんまり向きになってもね疲れますし、あの適当に、カタルシスを発散しながらあのやってください。漫画は本当にね、漫画を描くということはとても体力がいることだし、体力がいるから逆にね、その自分が一生懸命こう描いたものがね、その読者に喜んで読んでいただけると、これほどの嬉しさはあの本当にありません。僕はあの漫画何十年描いてて、ちょっと飽きて10年前に少年時代という映画を制作して、まあ、これはかなりの映画になりましたけれども、逆に映画を作ったことで漫画に持ってるすごいパワーというか活力、魅力をまたね、僕再認識して、また一生懸命、僕は割と遊ぶ人なんですけども、このところ一生懸命漫画に夢中になって描いてます。漫画はね、その読者はいますけど、皆さんそういう素質を、お持ちですから、ぜひね、さっきあのこと言いましたけど、本当は編集者は大事なんですよ。ちゃんとした編集者とやらなければダメですから、まあ、あの適当に明かしながらお付き合いして、頑張ってください。それじゃあ、乾杯いたしますので、ご唱和ください。じゃあ、乾杯。乾杯。どうも。I'm gonna go to the hospital.